いやー、今回の殿堂発表はいろいろとすごかったよな。まさかモモキングダム X が殿堂行かないでモモキング JO とのコンビ殿堂とはね。ガイアハザード大火は逃げ切ったよな。あとそんなに目立ってないバトライバがプレデンになるとは思わなかったよ。ああ、確かにあれは驚いたよな。そして普通に殿堂入りしたカードは予想通りのバルカディアだし、あとグルメ墓地層完全に詰ませに行った感じだね。まあこれは仕方ないし妥当だと思うぞ。これから環境はどうなっていくのだろうか。シンプルにゴジーとガイアハザードとガガガが活躍すると思う。それにまた新カードが公開されてたし、次の世代も楽しみだな。確かにそうだね。それで今回はどんなデッキを使っていくの？今回はなんとプレミアム殿堂コンビでかなり被害食らった JO 大火に関係するデッキだ。お、ってことはさっきも言ったガイアハザード大火を紹介していくのかな。それかデイガライオネルスターかもしれない。ボルデオスバラモルドだ。いやそれ JO 大火に関係ねえだろ。ふっふっふ、実はめちゃくちゃ関係するぜ。足だけだけど、その関係度は足ブロ程度なんだよ。はい、では初戦の相手は環境の赤タンガガガだぜ。持ち前の速さで倒してやるぜ。それではテーマスタート。最初はグー、じゃんけんポン。で私先行ね。やべ、あのデッキに先行与えちまった。はっはっは、多分あのデッキバラモルドって言ってる感じ、そんな早く動かないと思うから、正直この瞬間私は勝ったと思ってるよ。さすがにそんなことでこのデッキに勝てると思ってるのは舐めすぎだぞ。でもいくら強いからってこの対面は辛いと思うけどね。まあまあ見てろって、多分勝てっから。君に自信なくしてない？ではドロー。チャージして2コストで監獄入道を召喚するよ。それでは監獄効果でターンの終わりにシールド1枚回収してターンエンド。ドローしてチャージ。では治癒神の魔人を唱えて効果で山上から3枚見て、それから1枚をマナゾーンに置くか手札に加えるぞ。そんじゃレディオブローゼルドをマナに置いてターンエンドで。ドロー。これ今攻めても多分止められると思うし、なんかカウンターされそうだから、次のターンにやるため普通にクリーチャーでも出しておくか。ということでチャージして2コスト、サバイバルスターテスタロッサを出し、監獄効果でシールドを回収してターンエンド。なるほどな。ドロー。チャージして3コスト、フェアリーミラクルを唱えて効果でまず1ブースト、そしてマナゾーンに全部の文明があるからもう1ブーストするぜ。さあ、運命のターンエンドで。了解、ドロー。それじゃあそろそろ攻めていきますか。ちょっと怖いな。ではチャージしてまず1コスト、ホップチュリスを召喚、そしてまた1コストでブレイズクローを召喚。では自身の効果で3軽減、さらにこのターン中火のクリーチャーを出したので3軽減で計6軽減で2コスト、ホップチュリスをガガガガヤールブランドに進化させるよ。で今から殴っていくわけなんだけど、ガードストライクでガガガが止められるかもしれないから怖いんだよな。アタック終わりの効果が使えなくなっちゃうからね。まあ、でもここは1点だけでもアタックしてもいいと思うので、テスタロッサでシールドブレイク。ここでなんか踏んでくれ。ねえわ。よしよし、それじゃガガガでシールドダブルブレイク。受けるぞ。さすがに来てくれ。お、来たわ。ついでに何枚？ 2 枚ですね。マジで？では新世界王の思想のガードストライクとどんどん非武苦難を宣言。まずガードストライクで監獄入道を選んでこのターン動けなくするぜ。そして次に非武苦難効果で山上から3枚見て墓地、マナ、手札に置いてロストソウル以下のコストのテスタロッサを破壊。それはきついな。でもまだ何もなければダイレクトアタックまでいけるよ。確かにそうなんだよな。でガガガのアタックした後の効果でガガガを破壊し、離れた時効果でバトルゾーンにいるクリーチャーをアンタップ、そしてスピードアタッカーを与えるよ。ではブレイズクローでシールドブレイク。シールドチェック。トリガーなし。では何も出ないことを願って最後のシールドブレイク。頼む。なんか来てくれ。シールドトリガー発動。どんどんボルカナスクナウ。うわ、まだあったのか。それじゃあ先ほど同様山上から3枚見て墓地、マナ、手札に分けてフェアリーミラクルのコスト以下のブンブンチュリスを破壊するぜ。なんでこんなに受け札を踏んでしまうのか。いやいや、このデッキはこの前紹介した受け札22枚バーンメアよりも受け札が多いデッキなんだ。これが普通なんだよ。あのデッキより受け札多いとかマジでおかしいだろ、ふざけんな。じっとやめてください。じゃドローしてチャージ。そして出すぜ。固有神が合わさってできた最強のディスペクターを。ついに出てくるのか。火、水、自然、光、闇の9コストを払って、手札から新世界王の陶器と新世界王の思想、そしてマナゾーンから新世界王の剣を出して完成。ボルデオスバラモルド。やっぱり出てきちゃうか。そんじゃまず出た時に X ストライク、ストライクで山上から2枚をシールドにするぜ。ではバラモルドはスピードアタッカーなのでタップしてるブレイズクローにアタック。その時に効果で相手の手札を全て捨てさせるぜ。せっかくの手札が墓地に行ってしまった。そんじゃパワー戦のブレイズクローを555,555で破壊。オーバーキルにも程がありすぎる。ターンエンドで。これはかなりやばいな。トップで555かギャラクシー引かないと。それかグレートソニックだね。まあなんでもいいから来てくれ。ドロー。いいカード引けた？では1コスト、ギャラクシーブランド。え、マジか。これならダブルブレイクから他に打点でとどめを刺すことができるから、さすがにいけるでしょ。なんか来てくれ。なるほどな。ガードストライク発動。効果で監獄入道を選んでアタックできなくするぜ。でもまだ打点は残ってるからダイレクトアタックまでいける。いや、残念だがそれは不可能だぜな。なんだと？ガードストライクを使った時、バラモルド効果でまず1マナブースト、そしてホップチュリスを選んでタップさせるぜ。何そのついてはいけないおまけ効果は。マジか。
ターンエンドで、ふう、まさか本当にトップで引くとはな。そして私はこのターンにとどめを刺していきたいんだけど、コラマンマ GS が怖いから盤面除去するぜ。ではチャージしてまた9コストでバラモルドを召喚。エクストラエクストライフ、バラモルド2体でタップしているギャラクシーブランドとホッチュリスにアタックして破壊。あ、そういえば監獄入道の効果使い忘れてた。そんじゃシールド回収してそれも墓地送りだ。了解。ではターンエンドで。これはもう霊夢またゴゴゴかギャラクシーブランドしかないと返せないよ。引いてみせるよ。ここで私はスペシャルドローをしてみせる。来てくれ、相棒。おっしゃったー。これは熱い。ではゴゴゴの出た時効果で1枚ドロー。一応ホッチュリスも出しておくか。ではゴゴゴで残りのシールドブレイク。シールドチェック。カード見せただけで爆発しないでください。今の流れは私が勝つ流れだったじゃん。まあこのデッキは受け札いっぱい入ってるからな。3枚割ったら2枚出てくることを前提として戦ってくれ。無理ゲーすぎだろ。ということでガードストライクを使った時効果が2回発動して監獄とホッチュリスをタップな。は、はい。それじゃあターンが終わる時監獄効果でシールドを回収。ターンエンドで。てかこれ思ったけど。どうした？霊夢自分のシールド全部監獄で回収してない。あ、本当だ。この試合1回もアタックしてないのに霊夢のシールド全部ないぞ。この効果強制だから仕方ないんですよ。あ、あといきなり試合に戻るけど6コストで無限降臨撃つぞ。もうそっちか近くなんだからおとなしくダイレクトアタックしてくれ。いやワンチャン返されるかもしれないからな。では魔剣降臨効果で各プレイヤーはマナと手札のカードをすべて交換だ。私の手札は1枚だから、マナと手札を交換すると手札が4枚になって、マナが1枚になるのか。ひどいね。じゃバラモルドでプレイヤーにアタックするとき手札をすべて捨てさせるぜ。はい。ではバラモルドでダイレクトアタック。通ります。いやー、バラモルドデッキは受け札が多いことを知ってはいたけど、この試合でマジで実感したね。ほんとそれ。はっはっは、正直先行取られたときはヤバいって思ったけど、なんとか勝ててよかったぜ。ということでいつも通りやっていきましょうか。確か今この座にいるのって一生してる赤黒デスフェニックスと赤緑キリフダッシュレボだったよね。キリフダッシュはガードストライクが効かないからデスフェニと戦いたいな。なるほどね。それじゃあデスフェニと思う方を選ぶんだ。マジでここの選択大事だから迷うな。まあこれどんなに悩んでも結局の確率は2分の1だし適当に左でいいや。やめて考えてるふりぐらいはして。ということで私は左を選ぶぜ。了解。バラモルドと戦うデッキは赤黒デスフェニックス。よっしゃった。はい、運よくデスフェニと当たることができたので早速戦っていくぜ。さっき霊夢が言ってたけどこのデッキは前回あのバーンネアに勝ってこの座を守ったからね。そう簡単に負けはしないよ。あのバーンネアとか言ってるけどバーンネアは環境デッキじゃないからね。うるさい。バーンネアは最強なんだ。どんだけバーンネア好きなんだよ。それではゲームスタート。最初はグーじゃんけんポン。それじゃあ私が先行な。了解。新世界王の闘気をチャージしてエンドで。あ、そういえばさっきの試合で言ってなかったけどこの新世界王系のカードは多色だけどマナに置いた時アンタップすることができるぜ。地味ながらにめちゃくちゃ強い効果だよね。デュエマはこの1マナがあるかないかで動ける範囲がかなり変わるからな。単純に多色でアンタップするカードってだけで強いぜ。まあだから帝王大化にも採用されてるんだよね。そんじゃ UI の天秤唱えて効果でヘビーを捨てて2枚ドロー。ターンエンド。ドローしてチャージ。ではマナゾーンだけでバラモルドを完成させたところで3コスト。3ターン目バラモルドは強すぎる。それがもしできたら強いのレベル通り越してもうぶっ壊れなんだよ。エアリーミラクル唱えてマナゾーンに全色あるから2ブーストしてターンエンド。これは普通に順調な動きだね。ドロー。ではチャージして3コスト。ビギニングオブジエンドを唱えて効果で山上から3枚墓地に置いて今後使えそうなモールスを回収してターンエンド。ドロー。ダノスをチャージして水、自然、闇の3コストでデドダムを召喚して効果で山上から3枚見て墓地、マナ、手札に振り分けてさらに3コスト、フェアリーミラクルを唱えて2ブーストするぜ。じゃターンエンド。うわめっちゃそっちマナブーストするじゃん。心はまだ3マナしかないのに。ドロー。まあでもこのデッキは4マナさえあれば一応なんとかできるから大丈夫でしょ。そんじゃチャージして4コスト、墓地にあるオブザとヘビーを進化元にしてデスフェニックスを召喚。そしてここでバトルゾーンにゴッドがいるからグラビティ0発動で0コストでゴッドボールを唱えるよ。ゴッドボール効果でデスフェニを選んで次の自分のターンの始めまでバトルゾーンを離れないようにしてアタック。ではデスフェニのアタックするとき効果で進化元のヘビーを墓地に送って墓地からヘビーを出し、ヘビーの出たとき効果でバトルゾーンを離れないデスフェニを破壊して相手は自分のクリーチャー一体選んで破壊。これはデドダムを破壊するしかないな。そんじゃ効果でドローしてトリプルブレイクで受けるぜ。あ、そういえばこれ言うの忘れてた。ゴッドリンク。それ別に絶対言わないといけないルールとかないからね。そんじゃシールドから意味のないガードストライクと意味のあるトリガーの100目光を宣言。では100目効果でまず1マナブースト、そして相手の手札を1枚選んで捨てさせるぜ。そっちの手なんか忙しすぎない？ここを私は選ぶぜ。落ちたのはヘビーだね。まあヘビーなら墓地に落ちてもいいかな。でも次のターンに多分手札全部なくなると思うけどね。確かにそうだね。でもアタック誘導のヘビーを出せたのはでかいと思うよ。ターンエンド。はいはい、ドロー。それじゃあ今から心の手札を全部墓地に送りたいと思うぜ。地獄すぎる。ではチャージなしで火、水、自然、光、
闇の9コスト、手札から全部出してバラモルドを召喚、そしてエクストライフ、ストライフ、じゃバラモルドでデスフェニにアタックするとき心の手札を消してそのままアタックしてデスフェニにパンチ。さっきゴッドボールを打ったから破壊されないものの、手札がなくなるのは本当にきつすぎる。あと強制なんで100メボでデスフェニにパンチして次回、じゃターンエンド、心の手札は0枚、そして相手のシールドは4枚でしかも受け固め。なんかシールド受け固めって言い方ラーメン麺固めと似てるね。今かなりヤバい状況なんだからあなたゴッドボールを唱えるよ。ツッコミ抑え銀じゃねえよ。すみませんでした。それじゃデスフェニでプレイヤーにアタックするとき、メテオバーンで下にあるカードを墓地に置いて墓地からメタルを出すよ。そしてメタルが出たとき効果で相手のマナゾーンのカードとバトルゾーンにあるクリーチャーではないカードを墓地に送ることができるから、まあほぼ意味ないけどマナゾーンにあるバラモルドの頭を選んで墓地送り。了解。ではそのままクワトロブレイクで。トリガーチェック。あれ、そういえばメタルの出たとき効果ってバトルゾーンにあるカードを選んで墓地に送る効果だけど、バラモルドのパーツって墓地送りにすることができるの？確かできたはず。あれもしかして忘れちゃってる？完全に忘れちゃってますね。マジか。まあどうせエクストライフストライフで耐える集結が踏むだろうからいや。開き直んじゃねえよ。あ、ゴッド。ハイガードストライク2枚と100メボがシールドから来たぜ。なるほどね。そんじゃガードストライクを2枚使ったとき効果で2ブーストとタップ、そして100メ効果で1ブーストして手札を捨てさせるんだが。手札がないらしいので不発ですね。なんかこの魔法使いうざいね。それではドローしてチャージ。3コストでデドダムを召喚してマナと手札と墓地に分け、さらに水と自然と光の4マナで100名を破壊して4軽減。再陸接続グレートフルベンを召喚、エクストライフでは出た時効果で自分の墓地にあるカードを全てマナ送りにするぜ。そしてグレートフルベン効果でターンに1回マナからクリーチャーを召喚することができるので、しかもマナから召喚するクリーチャーがディスタスなら0コストになるんだよね。そうそう、ということでマナから0コストでまた100名を召喚。強いな。効果で1ブースト、さらに全文明の5コストで100名を破壊して4軽減で2体目のバラモルドを召喚。ねえレイム、どうしたの？バトルゾーンにまたでかいやつ出てきたんだけど何？あれはバラモルドっていうクリーチャーだよ。そういうことを聞きたいんじゃねえよ。はい、アタックが終わったのでターンエンド。了解、ドロー。とりあえず抵抗だけはしておくか。ではデスフェニでアタックするとき、手札にある暗躍夜叉を見せてパワー3000以下のデドダムを破壊。まあこれはそんなに効かないからいいか。そして暗躍夜叉は山下に行ってデスフェニで残りのシールドブレイク。それはベンでブロックしてエクストライフで耐えるぜ。じゃターンエンド。ドロー。じゃまずベン効果で0コストでマナから100名を召喚、効果で1ブースト、それから100名を破壊して4軽減で4マナでベン召喚。さっきから思ったけどめちゃくちゃ100名破壊されるじゃん。私も霊夢を破壊したら強くなれんのかな。私はディスタスじゃねえよ。そんじゃ2体目のベン効果でマナからレディオブローゼルドを10マナで召喚、エクストライフでは出た時効果で自分は5枚ドローと相手は5枚手札を捨ててもらうぜ。あれ、でも今のでマリサの山札がなくなったから私の勝ちじゃない？いや、ローゼルドがバトルゾーンにいる間、山札の枚数が5枚以下の場合自分はダイレクトアタックされる以外の方法で負けないぜ。もう私終わったじゃん。でさっきのターン心はゴッドボールを打ってないからバラモルドでアタックして破壊。ではメタルを墓地に送るよ。さらにバラモルドでデスフェニにパンチ。ヘビーを墓地送りで。そんじゃローゼルドはマッハファイターだからデスフェニにパンチして破壊だ。うわぁ、ついにデスフェニが完全に破壊されてしまった。ターンエンド。ドロー。4マナでトップで引いたデスフェニを召喚。そしてアタックするときメテオバーン発動して墓地からメタルを出すよ。それじゃ効果でまずバラモルドのパーツを選んで破壊。それからマナにあるベンを墓地に送ってシールドブレイクで。それはベンでブロック。ターンエンド。うん、これはもう勝ったな。ベン効果でマナから12コストでダノスを召喚してもう反撃できなくするぜ。完全に終わったわ。ではまずローゼルドでクワトロブレイク。トリガーチェック。ないですね。じゃベンで最後のシールドブレイク。ないですね。それじゃあバラモルドで全て手札を捨てさせてダイレクトアタック。通ります。本当にバラモルドで手札がなくなるの辛すぎる。ほんとそれ。はっはっは。マジで今回の試合でいい感じに動かせてよかったぜ。それではデッキ紹介に移っていこうと思うぞ。はい、ということで今回使ったデッキはこれだ。今受け札の枚数を数えてみたけど合計枚数26枚ってさすがに多すぎないですか？まあまずバラモルドのパーツだけで12枚もあるし、そこからさらに採用した受け札もあるからな。しかもこの受け札たちはシールドから来なくても普通に手打ちして強いから完全に相手を止めるためだけに採用しているわけではないから強いんだぜ。なるほどね。そんじゃこのデッキの基本的な動き方を解説していくと、まず序盤にここら辺でマナ貯めてマナが溜まったらロットソウルかバラモルドやベン出して暴れるだけでいいぞ。説明適当すぎない？だって本当にそうなんだもん。マナを貯めてでかいクリーチャー出して制圧する、これがどれだけ楽しいものか。まあ確かにそれは楽しいよね。あ、でもこのデッキは忍者ストライクの才造がいないからシールドなくなったらおしまいだよ。それはさすがに致命的すぎないか？